米大リーグドジャースへの移籍が正式決定した全オリックスの山本由伸投手25が日本時間28日、ドジャースタジアムで会見に臨んだ。合意発表からわずか3時間後の入団会見で、チームカラーであるブルーのネクタイ、チェック柄のスリーピーススーツの爽やかな装いで登場した山本は、決断の理由などを語った。写真 吉信スーツの裏地が個性的見えないところまで気を使うおしゃれさんだ。まずスーツの上着を脱ぎ、背番号18のユニフォーム姿を披露した山本は、グッドアフターヌーン。非常に興奮しています。この歴史的なチームの一員になることに、どれだけこれが私に意味があることか、言葉に言い尽くせない、と、英語でスピーチし、 その後は日本語で、たくさんの方々のおかげで僕はここにいることができます。高く評価していただき、メジャーで戦える環境を作ってくれたドジャースの皆さんに感謝しています。そして今回のメジャー移籍に際し、たくさんのチームに興味を持っていただき、誘っていただいた。選手妙に尽きる1ヶ月でした。どのチームもそれぞれ素晴らしい魅力があり、 最後の最後まで悩み抜いた結果、お断りせざるを得なかったチームの皆様にも感謝申し上げます。ドジャースの一員としてワールドチャンピオンになるためにもっと野球がうまくなれるように新しい毎日を過ごしていくことをロサンゼルスの皆さんに誓います。今日からは本当の意味で憧れるのをやめなければいけません。自分自身が憧れてもらえるような選手になれるように頑張ります。 大谷の WBC 時の名言を交えて語った。山本はオリックスからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していたが、22日にドジャース入りが日米メディアで一斉に報道。12年総額3億2500万ドル、464億8000万円の超大型契約が判明していた。山本についてはヤンキースなど複数球団が獲得に乗り出していたが、 ドジャースは面談で大矢も出席して争奪戦を制した。投手の総額ではゲリットコール、ヤンキースの9年3億2400万ドル、463億3000万円を抜いてメジャー史上最高となった。WBC での大谷翔平名言、憧れるのをやめましょう。米国との決勝を前に、大矢がロッカールームでのエンジンでスピーチ。 米国のスーパースーーー、パタトラウトのサインボールをもらっていた選手がいたことから僕から1個だけ憧れるのをやめましょうファーストにゴールドシュミットがいたりセンターを見ればマイク・トラウトがいるし外野にムーキー・ベッツがいたり野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるような選手がいると思うでも憧れてしまっては超えられないので僕らは今日超えるためにトップになるために来たので 今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。とコブ。世界一へと導く言葉とな。